おごめん、大分の高千穂屋方です。今回えー、歯医者に行ってきたその話をですね。いたします。実は私奥歯の銀歯が取れたんです。そこでですね。まあ、歯医者に行って治療したんですけれども、まあね。実際例えばじゃあ銀歯ね。取れたらどうしたらいいんだろうとかね。歯医者さんではまあどういう治療したのかとか。 まあ、まあ一患者ですけれどもね私素人ですけれどもまあ、患者として今回は結構わかりやすい説明もあって助かったなっていうまあその体験談をお話しいたしますまあ、何かですねこうまあ、あくまでも一素人の考えですけれどもね少しでもこう役に立てば幸いという思いで体験談を共有いたしますどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたしますえ最初にですねまずはこの銀歯が取れた話です。 えーまあ、実はです、ね、この収録している前の前にです、ねまあ私があのチューインガムを食べてましたそうするとこうぐニャグニャくちゃくちゃ噛んでたらぽろっとなんか口から飛び出したんですよなんじゃこりゃと思ったらです、ね、なんと銀歯が丸ごと取れました。 あの左のですね下の奥歯まあ後ろが2番目なんですけれどもこちらまああのクラウンといってもうほぼほぼ銀歯で覆っている部分ですねあの一部だけ埋めたものではなくてもう銀歯そのものがボロッと綺麗に取れましたまあ痛みとか全くないんですけれどもそれでですね、えー、まあ銀歯が取れたもんでこれどうしようと。 ね、取れた方の歯も穴っぽく開いててちょっとね危ないということでですねまあとりあえず、まあ、こういう時はすぐに、まあ、お医者さんにですね医者に行くのがまず懸命ですまあそれまでのかまあ日曜日の夜でしたから、えー、まあネットで調べて、えー、応急処置を確認しましたまあ主にですねこれネット上の情報ですのでねいろいろあるんですけれども大体は、えー、以下の3つですね1つが 銀歯をきれいに保管することですね。こう、まあ、ちょっと洗って、こう、ティッシュとかね、包まずに、こう、容器やですね、袋に入れていくことだしですね、あの、ティッシュだと、こう、繊維とかもつきますし、そのまま間違えて、こう、ゴミと一緒に捨ててしまう可能性があるということで、まぁ、あ、きれいな、なるべくきれいな状態で保管するために、えー、袋に入れた方がいいということでした。私は今回、あのビニール袋に入れて、実際、歯医者に持っていきました。で、次にですね、 2つ目が、えー、自力で元に戻そうとしないこ,とです、ね、これまあねよちょっと取れてあはめてみたら意外とはまるじゃんってねうまくいきそうなんですがそれは非常に危ないということですねこう入れる際にね圧力がかかったりまた汚いまま入れてしまうとそこからですね、えー、繁殖しね悪いものが繁殖して虫歯になるという可能性もございますのでここはもうやっぱりプロですね歯医者さんにお任せする方がいいということでした。 で最後にその外れた方ですね。今私ですとまあ穴が開いてる方の歯で絶対噛まないことでそこっていうのは野ざらしになっているのでまあ適度にこうきれいにすること、まあ、イナメルシというですね部分が出てきてこうまあそこは傷つくとね神経やられて痛くなるというところなんですけれどもまあ程よく歯磨きして。 あんまり強くするとまた刺激となって痛いそうなので、えー、きれいにした状態を保ってくださいということでこの3つを守ってですね、えー、次の日、えー、歯医者に行ってまいりましたさあということで2番目ですねで実際に今度は歯医者に行って、まあ、どのような対応をしてもらったかというのを、まあ、参考までに、えー、共有をいたします、えー、まずですね、まあ、1番ですね実は今回行くところというのは初めて行く歯医者さんでした まあそれまで仕事の職場の関係でですね今までお世話になっていたまあ歯医者がかなり遠くなったということで今回まあ近場のですね歯医者さんに今初めてお邪魔することになりましたそしてですねえまあ初めてということで実際ではね予約制ということなのでえ事前に歯医者に連絡をいたしました、ね、電話でちょっと午後からえこの時間空いてますでしょうかと 確認して、えー、きちんと空いいたたた時間を予約ししました、まあ、当然当たり前のことですけれどもこう、ね、事前に連絡をしてそしてきちんと、ね、約束通りの時間を確保することで、まああのーね、歯医者さん自身も落ち着いて診察もできますし、まあ、患者である私自身もこう、ね、心積もりできてスムーズにですね、えー、受診することができますので。 でさらにです、ね、こう電話で連絡すると、こうやって例えばの受付の方ですかね、窓口の方が、えー、その際です、ね、来られる際には、保険所と、えー、取れた銀歯、そしてお薬手帳をお持ちでくださいということで、事前アナウンスをいただきました。これで,です、ね、事前に何を持っていけばいいか、まあ、不安も解消いたしますし、その後、病院行った際もですね、スムーズなです、ね、対応になります。 そしてですね、えー、まず実際さイて予約していくとですね、今、え、度、ー、問診票ですね、私の場合は初めてですね、今回お世話になりますので、えー、例えばね、今までどういう病気にかかったことがありますかとか、他に飲んでるお薬ございませんかなどですね、いろいろアンケートがございますので、それを記入します。それをもとにですね、時間になったら、えー、診察室に入って、もうですね、予定通り、えー、スムーズに入ることができました。 ですね、まあ当たり前の話なんですけれども、えーまあ、休館というのもあるんですけれども一度ですね、えー、病院に、ね、歯医者さんにどういう状況かですね、えー、時間の確認とあと電話の際に私も実は銀歯が取れてこういう状況なんですよということで、えー、ねあの 病,ね、病院としても事前のです、ね、こう予習もできますし、ね、あのそしてお互いに時間をですねスムーな時間を共有できるというところになりますので、まあ、改めて事前確認することの大切さというのを学びましたそしてですね診察ので実際に、ね、入りましたで今回はですね院長先生がですねご対応いただきまして大、まあ、きく5つのです、ね、診察が行われました まずですね最初に行われたのが追加の問診ですね、えー、先ほどもアンケートにもね書いたんですけれどもでさらにね他に例えばこの銀歯っていつ頃取れたのとか、えー、どこの歯医者さんでいつ頃埋めてもらったものなのかなとか他に何か、ね、病気とかないですかといって、えー、どんどんですね具体的に、えー、話を聞かれますそしてその上で今度口をパカッと上げて、えー、歯のですね診察を行いました。 ざっと私の歯を1本ずつこうね確認してあここ今決死、ね、損失というか決、ね、死歯がないねとか、えー、治療中とか何かいろいろ銀歯が入ってますとかそういうのをまずですねまあ最初ということで私がどんな歯の持ち主かと <laughs> ですねまあすんごい私歯並び悪くて虫歯も多いんですけれども、えー、まず歯の確認を行いましたでさらにですね詳細のためにこうレントゲンを取りました まあ通常あのそのこれまでの歯医者ですと大抵はですね、えー、今回ね今回で言えば銀馬を取れた部分とかいう、まあ、その治療が必要な歯についてのみレントゲンやそして説明があったんですけれども今回はですね歯の歯のや全部確認をして、まあ、後ほど最後フィードバックとかいうのが行われましたけれどもレントゲンを取った後にまた診察台に戻ってそしてですね えー、実際に銀歯を埋め戻す作業をしました、まあ、幸い今回、まあ、取れたですね銀歯クラウンはですね、えー、入れ直したところぴったりはまりましてですね、えー、なんとか事なきゃいたというかスムーズにいった方ですただですね若干まあその元の歯がちょっと以前よりも割れている可能性があるとそのため、まあ、以前のように丈夫と,かというわけ保証はないということでその点はご注意くださいと。 で何か違和感があればまた来てくださいねという、まあ、お話を受けましたで埋め戻し作業終わった後、とここから診察台を降りてちょっと別室というか別のスペースに行きましたそこでですねあの全体の歯のレントゲンを見ましたでそれを見ながら、えー、実際にこういうところが悪いんだよという説明を受けて、まあ、今後の治療方針を決めましたまあ大体で30分ほどの時間でしたねまあほんとスムーズで今回もともとまあ取れた時も痛みがなかったので 神経は実はまだ残っているんですけれども、まあ、そまあ非常にスムーズにいった感じでございましたじゃあ実際ちなみにその、まあ、参考までレントゲンでどのような結果になったのかご紹介いたしますまあ結果ですけれどもまあ,あの主に3つですね今回該当しているとこ以外でもあり気になっているとこありました1つがあちょっと歯石が溜まってるなと歯の周りにねこう石みたいなのがついててですのでこれはちょっとメンテナンスしなきゃいけないねという話 2つ目が、えーとですね、実はあのその、まあ、その今回虫歯が取れたところの奥にですね左下の奥になんと親知らずがあることが分かったんですね私もびっくりしました綺麗、えー、な横向きでこれはねあの虫歯になるパターンあの横向きの親知らずが入っていると隣の奥歯を押すんですよ圧迫してそこで虫歯になるというパターンです パティーンと呼びましょうかね、えー、というのはですね実は私この反対側右のですね奥歯下っていうのをですね昔10年ほど前2009年にですね親知らずね同じ横向きでですね実際その隣にあった右の奥歯をですね圧迫してて、えー、親知らず、えー、取りましたあの親知らずを治療された方はねもう 痛いほどご承知でしょうがもう本当に親知らずの治療ね罰しは地獄です私2時間ぐらいかかりましたしまあとにかく痛いもうズキズキするそしてあの出血半端ないってブラッとね血だけにブラッととか そんな悪いことではないぐらい本当に言に痛くてですね腫れも続きましたし数日あの出血もひどかったです、えー、でちなみにそこまでね親知らず取ってね守った、えー、もう一つ隣のその奥歯ですがなんとそのちょうど10年後2019年の末、えー、残念ながら帰らぬ歯となりまして今実は私奥歯一本足りないんです右ですねあの以前の動画も上げておりますけれども えー、8020運動80歳で20本、ね、自分の歯が残っている運動に早速30代前半にして、えー、黄色信号です、えー、そんでですねその空いている歯まあ今実際ないんですよ歯が1本なくてまあそこ本当はまあね入れ,る入れるかどうかって、まあ、当時の歯医者さんに相談したところまあ一番奥の歯ですしまあそんなに支障はないということで、えー、来てたんですけれども。 今回レントゲン見てその先生がですねこ3つ目の指摘なんですけれどもその、まあ、欠損しているねなくなっている歯がですね歯がない影響で要はこの向かい合っている上の歯ですねこの上の奥歯がまあ今は大丈夫ですけどこれが出てきた時とかにその下の奥歯のね今ない部分を刺激したりもしくは違う虫歯になる可能性もあるからまあそこはちょっと注意した方がいいねという、まあ、予告というか注意喚起がありました。 とということでですね、まあ、今回、えー、と治療した部分以外でも、まあ、余裕があったというところも時間に余裕もあったというところもあるんでしょうけれども、えー、丁寧にですね、ご説明いただいて、まあ、ここちょっと危ないですよという、まあ、お話をしていただいたのは本当にありがたいことでしたで実際に、えー、まずはですね、歯跡を取るというところで、えー、今月末、えー、2日連続ちょっと2回に分けてですね、どうしてもこの炎症の関係でですね、体にダメージがあるということで。 まあ一気にやるのは危ないということで2回に分けるというまあ説明を受けてえまあ一歩次のねですねこの敵を倒しに行ってまいります経験値ねまあどうなるかわからないですけれどもえこんな感じでですねまあひとまず銀歯の治療と次は歯石を取ってまあ歯をね今度はね綺麗にに安全なものにしていこうというふうな話になりました。 えー、ということでですね今回の、まああのー、最後のまとめに入りますけれども、えー、まずですね私自身が感じたこと、まあ、反省点ということがまあ3つ1つがですねもうとにかく歯は大事ですと芸能人は歯が命なんてね昔言ってましたけれども、まあ、食べることやっぱ昨日もですねその歯が1本欠けてとか銀歯が取れてこう食べるのはやっぱ苦労しました。 ね、片一方側で噛む逆にそれにやり続けるとことの、ね、噛んでる方がまた悪くなるという悪循環にもなりますし、まあ、まずはセルフケア自分でできる歯磨きとかですね口をゆすぐなどをしてやっぱ守らないと結構厳しいね今回みたいにポッと取れたり危うく歯を失う可能性だってありますからねそこはちょっと改めて痛感をいたしましたで2つ目がこのプロのですね歯医者さんによるメンテナンスもやっぱこう大事なんだとえー まあ今回まあ例えば歯石が溜まってますよということでまあ予防ね今後の予防にもつながりますしあの結局この例えば埋め物とか銀歯っていうのも結局は経年劣化ですね,じね時間が経つと,ともにだんだんとね弱くなってもろくなってやっぱこう取れてしまうということがねかなり多いそうですのでまあこう 脊髄、ね、とか定期的に歯を見せながらあちょっとこれもろくなったないかなっていうこういうチェックをですねしていただくのも大事だということはね分かりましたそしてですねその他の体調管理、まあ、今回は歯でしたけれども、まあ、今コロナも払ってますしあのかなり病,病院ですね歯医者でも検温とか消毒とかあとね、まあ、あのフェイスシールドも先生方されてましたし、ね、私もレントゲンの説明を受ける時は マスクをししてましたのであといろいろですねこう体調とかあの健康診断の数値とかも聞かれてちょっと私答えきれなくてそこはお医者さんからですねそういうまあ結果はねしっかり覚えとった方がいいですよと他でもねそういうこと治療にもかかりますのでということでちょっとね厳しい指摘もいただきましたけれども、えーまあ、そういうことが大事なんだなと他かの、まあ、自分の体と向き合うということなんですよね。そ <laughs> それをねそのままあ 学びが大事だとということが学ばせていたただきましたそして最後にですね今回本当にあのレントゲンのとこでもご紹介しましたが本当先生の説明というのが非常にま丁寧で分かりやすかったですね、まあ、穏やかな先生でもございましたけどもう結構ベテランの先生でしたけれども、えー、まあ通常まあ今までですね多くの場合っていうのは、ね、先ほど説明した通り 例えばね右の奥歯がね下が悪いってなったらその部分のまずレントゲンを取って、えー、その部分のまあ、ね、でレントゲン見ながらこう私も診察台見ながら先生から「うんこの部分がちょっとやっぱね欠けてるね」みたいな感じで説明受て「あそうですね」ということで、まあ、ある意味ではこうピンポイントで、ね、応急処置で即効的にやっていただいたというのもございますが今回はまあ初めて。 まあ歯のレントゲン全体を取ったのは23回実際あるんですけれどもそれをこう別室というか私も診察台降りてまあとりあえずね銀歯の埋め戻しが終わって一段落して先生と共にこう今後のなんかですねよく内科であるようなですねこうレントゲン見ながらこ,うこことここは悪いですねということをまあ分かりやすくとかですねこの実際に目にねレントゲン視覚的にも目で見ながら。 ここの白いい部分がが神経がもうないととろですねとか、ほら見てこのこうね横向きのね親知らずがあるよとか言って今の私の,そのね専門用語とかも特に使わずにですね患者さんにね素人でも分かりやすい指示内容そしてこう,ねこういう現状がありますよという説明ですね全体的な説明長期的な説明というのは本当にあの分かりやすかったですね。 まあこれはあの患者さんが求めるところですね、もうとにかく今、ね、ピンポイントで治してるというご希望もまあ,、ね、ありますし、もちろんあと先生によってはですね、によってまあその説明方法とかいろいろありますけど、まあ、今回ですね、その 別室でそしてこう全体の歯の並びを見ながら、ね、いろんな総合的に、えー、分かりやすく説明していただいたのは、まあ、患者として非常にありがたかったですね。今後のこう気をつけることとか予定もね立ちますので本当にありがとうございました。ということでですね、本当はい、まあ、歯医者の皆様にも感謝しつつですね、最後までご覧いただいたお付き合いいただいた皆様にもですね、感謝申し上げます。まあ、本当に何度も繰り返しますが まあ私は素人ですので、あくまでも一患者の個人の体験談34歳、ね、男性メタボリックの男が感じた、えー、内容でございます。<laughs> まあそれでもですね、何か参考になればですね、えー、幸いでございますので、どうかですね、えー、皆様も、まあ、私も含め、健康には何卒留意いたしましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ね、よろしくね、この動画が良かった、ね、ためになった、ね、と思えば、あのー、 よろしければあのいいねボタンを押して頂けるとねなおさら私も元気になってね病は力じゃないですけどねプラシーボ効果でより元気になれますのでウキウキねしますので,でまあ浮かれて 事故しないように気をつけますけれどもねあの、いいねボタン、高評価よろしくお願いいたします。そしてあのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。えー、チャンネルを通じてね、また心の元気をね、えー、となるような、えー、チャンネルを目指しております。そして目標である、えー、チャンネル登録者数、まずは1000名というところもまもなくでございますので、あと一押しどうかよろしくお願いいたします。これからもね、 長くよろしくお願いいたしますそれではまたドスカイ